はい、どうもさっくんです。今回はですね、こちら南海と仙北の中百舌駅に来ました。もう一つね、重要な、水戸水線もあるんですけども、今日はですね、仙北高速鉄道でちょっと面白い運用を紹介します。いや、じゃあ仙北高速の5000系ですけども、なんとこれ各駅停車なんですよ。この仙北の各駅停車は、中百舌発着のものしか今運用されてなくて、これ運用になんと、南海車が来る時間がある。今日はそれのご紹介して、ちょっと、蓋運用乗ってみたいと思います。乗車予定の車両、こちら13時10電発確定泉中央駅です。これがなんと6両編成で来るということで、専門線基本8両編成なんですけども、たまにこういう6両がぶっ込んできます。標識灯も、南海と同じ高野線だったら、全ての駅に停車ということで、向かって左側点灯で、南海本線も、各駅停車のような車両、途中のね、今宮恵比寿と、萩の茶屋がないということで、まあ、各駅停車にならないということで、まあ、普通という扱いをして、放送関係とかはだいたい普通車と呼んでいるのがこの片側点灯になっております。これが真ん中に、中線みたいなのがあるんですけど、これに引き上げて、でまたこれ泉中央駅として新たに運転するということです。幕が巻かれました。途中で光明駅とかね、出ましたけど、以前は光明駅めちゃくちゃいっぱいあったんですけど、やっぱり利便性を考えて今は泉中央まで終点まで行く運用ばっかりになっちゃいました。ここでね、運転手さんと車掌さんが、交換するということです。ちょうど南海高野線の河内長抜けも来ました。このダイヤなら、泉中央行きの確定と連絡できるようです。中央に到着です。もう次、目的の車両がもう来るということで、すぐに入っていきましょう。この裏手にはね、鉄道模型のラッピングのキャラがあるんですけど、ちょっとまた後で見に行きます。次の車両、右手の一番乗り場から区間急行ということで、先ほど中百舌で言ってました通り、
区間急行は深いよ出ると、中もず、もず八幡、三国ヶ丘に止まらないということで、それの補填をしたいので、先ほど乗ってきました各駅停車、泉中央行きで折り返しはこのように普及何倍になるということで、6両の普及が、まあ、土休日も含めて走ってるんですけども、こういうふうに合間の運用で、確定と優等を、ね、交換しながら運用しているようです、それではもうすぐやってきます、これの折り返しが確定中もずということで、これは南海車で間違いないと思います。今日全然ね運用調べてなかったんですが、たまたま、南海車の6両筋になんと、昔の復刻である、帯がない銀色一色の6000系が入っているということで、今から乗るやつともう1本の運用2個とも乗りましょう。今から来るのは南海車8両の仙北閉じ込め筋、まあ、ただこの8両筋この1往復だけ確定で往復してもすぐに優等列車に戻りますので、この運用ちなみに1日中この仙北と南海高野線の直通運転行き来しているだけの運用となります。で夜になったら、絶対栄東に留置される運用でございます。でこの8両筋の方は栄東の、ホームではなくて、ホームの横にある留置線 で6両筋の方がここから夜、各店中本行きとして運用して回送で栄東4番線で到着するという筋です。車両が、泉中央寄りが6000系の2両、こちらはもう関西ではほとんどなくなった1枚扉の4ドア通勤車です。これプラスそれのマイナーチェンジ車両、両開きの6300系、もともとは6100系で、台車がねパイオニア3というディスクブレーキむき出しの電車だったんですが、6300系に改めています。今回この1往復だけ中もず行きとして運用です。
はい、ということで、南海高野線に入れない中百舌行きという運用とりあえず8両編成の筋でやってきました。この降車確認が終わり次第、もう入れ替え信号が出て、次引き上げ線に入るということです。踏切が終わり次第こういうような、入れ替え標識がつくと思います。あ、つきました。中百舌という表示、そしてこれがなんと1個下の駒、確定和泉中央に変えられました。このように入ってしまうと、往復確定じゃないと走れないようですね。よし、それではあれの折り返し乗りましょう。また改札で、IC をタッチし直します。
こちら6000系と6300系の連結面でございます。扉の形がね明らか違うと思いますが、この泉中央はもうすぐこのホームドアが付けられて間もなく稼働すると思われますので、この姿もね早めに撮っておくべきやなと思いました。ホームドアがない頃に結構撮影はしてたんで、まあ今は何とも思わないですけども、え、あの使い方してるのか見たことなかった。区間表ですよこれ。すごい、戦国車はこんなことができるんですね。この6300系の6両編成ですけど、先ほど見えました通り真ん中にね先頭車らしきものがつながっております。この6300系元い6100系、もともとね全部4両編成で製造してます。でそれを何回こうやって6両編成化に伴って4両をね、どんどん半分ずつに切ったやつを4両に足していったりして、それで6両編成に、大半が組み替えられています。4両編成の方が数少ないですね。2両も登場してはいるんですけども、そちらの方にも関しても、本数は6本しかおらず、4両編成4本しかいない、6両編成の数の方が多くなってしまったということです。ということで、南海車のこの仙北線内限定運用、一旦ちょっとあの列車で落ち着いたので、改札の外に出て、鉄道娘のね、展示しているところにちょっと見に行きます。よし、2回目の泉中央ですよ。高いなここ。340円みたいな、間違いなかったらやばいな。それかける4ですよ。これですね、間違いない340円です。高いなぁ。イコールでも泉か、知ってるのはあの金剛団地のイコールロゼこれ分かる人多分ほんまに地元やなうわぁ懐かしいな、またあんねんなこれ。これですね、左から、JR と総合車両と、和歌山電鉄ある、ね、三義で、ここ仙北で、京阪で、これ何近江鉄道で、これまた JR の、城崎温泉で、あ、佐賀観光ね。で同じや、佐賀で、これも和歌山で、これ一緒か、この辺は一緒か、この辺は一緒ですね。立石アメはあのいつもトミックスの製品発表で、えぐいものが出たアヤメ法とか言うんですけど、これが由来ですね、アヤメって。これ千本だね。こんな感じか。時間つぶしにこのブックオフがやってる B スタイルっていうなんかお宝大国ってやつ行っ
ってみたんですけども、一応鉄道模型はありました。あったけど僕が欲しいものは一切なかったです。もう数が少なすぎです。なんか 2,3 個ぐらいしかブックケースなくて、なんかジャンクの袋詰めんとこもレールしかなかったんで、ここはちょっと扱い少ないかもしれないです。あるとこめっちゃあるんですけどね、本当にこの鉄道模型のね、この辺り需要がないかもしれない。いや、ね、泉中央の駅前ですけどね、まあまあそういうとこもあるでしょう。まあということで泉中央に戻ります。次の表示が出ております。15時44分、確定中本行き6両編成、これが次の、南海6000系5分の運用でございます。稼働するときにはもうこのね、なんか停止目標みたいなやつ、これも運用していくんだと思います。今稼働しているのはこっち向きだと中本4番線になってきます。で、反対側になってくると今度は難波駅の1番線の方でも使用しているという一例があるんですけど、今度泉中を両側使うっていうことで、もういきなり難波と中本の通り越して両側を使うという、さすが仙北ですね。いや、仙北ってだいたい4扉の車両しか来ないので、別にこれね何も気にせずにこのホームドアつけれると思うんですけど、まあ、特急もあるんですけど、特急もまあうまく合わせればドアはねもう合わせれると思いますが、やっぱり高野線って17メートル車2000系があるので、それの弊害がでかくてなかなかねこのようなホームドア工事ができないと思います。ということで間もなくこのホームドアとまたコラボできるようになったね、6000HF の6000系銀ギラ銀の一色のやつが来ます。今回の動画本来はですね、この仙北高速鉄道に閉じこもる確定の南海車運用っていうのが本来の目的なんですけども、今日ほんまたまたま偶然この6000HF の銀無塗装が入ってたということで、本当に偶然、しかももう一個の8両運用の方が2両だけ6000系という、6000系祭りの仙北車閉じ込めアルバイト運用でございます。長いな。まあ、近鉄でもよくあります。阪神電車が近鉄奈良線に入って大阪難波から阪神線内に帰らない運用、まあ、それと一緒です。もうそれの視線に閉じこもって出れないバージョンみたいな感じです。まあ、それにたまたまこの復刻のお銀6000系が入ったというわけなので、今日の日を感謝するしかありません。さあやってきました、仙北高速鉄道閉じ込めアルバイト運用、なんと南海6000系の復刻版無塗装が今回の中本折り返し運用に入ります。まあ、これ南海車の運用の一つなんですけどね。相互乗り入れを始めた時に思い出させるような、全く帯を張っていない無塗装状態6000系、本当に開業当時のようです。
紹介してるんですけども、 6001F の、そのうちの3両スリカーの数がね明らかに少ないです。この辺とか3つしかないですよ。あの昭和初期のちょっと車両の設計っぽいですね。スリカーの数的にちょっと少ないので、本当にまだ高度経済成長期に突入する前ぐらいの設計の車両です。これがなんと仙北に一旦閉じ込めるようになってる。まあ、ただ、ね、この6両運用夜にね、準急の6両運転はしないということで、夕方の間だけ各店中もず各ディズニー中央でずっと走るようです。日中のこの各店運用はこの人運用だけとなります。
で、大銀6000系で確定長野ゾーン運用として乗ってきました。これで、また引き上げて折り返し確定泉中央と運用にまた戻ります。これをすることによって、南海と仙北のこの貸し借りをなんとかね返せてるというわけです。この列車16時12分発ということで、もう通過が多かったので、もう次3番からこっち引き上げて、次2番乗り場にも入ってきてもいいような感じです。こう同じ向き向いてる、通称チェンジワイパーって言うんですけど、これになっちゃってるんで、ちょっと前面展望も取りにくいかなって感じですね。ちょっとこの一眼レフの撮り鉄の方にもなんかこのチェンジワイパーって嫌われてるらしくて、なんか対策っぽいな。皆様、まもなく3番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色の展示タイルまでお下がりください。高野線からのね、お客さんもここから乗ってくるんで、やっぱこの確定運用することにはね、やっぱ意味があるようです。めちゃくちゃ戻った。もう座れないですよ。早いですね、もう。だからこれぐらいね、仙北のね、需要があるっていうことがわかります。すごい。この車両も元々ね、会社がブレーキディスク右出しのパイオニア3という会社だったんですけども、今ギガ6200系と連結に対応するためにこのようにコーナーをつけた S 型民電台車というのが発売されています。こうやって改めて見るとすごいですよね。このランボードの高さ、これが後期型になります。こっちがもう初期車です。6000HF のこの3本しかこの板の高さの車両はありません。この3両だけです。うん、6000HF 登場時からある3両はこんだけ高いんですよ。後から作られた後期型はこんだけ低いと、この違いがここで見れるという。でこの車両、S 型民電台車に変えられた時に、もう中間の車両だけ車番が変わっています。昔は中間が6801で、こっちが6819という大き型の車両だったんですけど、これを、S 型の年代車交換やら名簿改造、あとは
長編成化対応をした上で、最終的に車番がここは6602になったということです。もうなんか完全にこの6001や仲間入りをしたというわけです。ということで、ちょっともう、早く家に帰らないといけないということで、ちょっと急ぎの用事がありまして、このまま、撤退したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。また、旧 TwitterX、インスタ、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。以上です。